はいどうも、忍者になったん。ヨーロッパ忍者修行、フランスに来ています。近くのスーパーで肉を買いに行くのについていきました。止めてくれているブラジル人が作ってくれた昼飯、豪華すぎるやろ。豆のやつはブラジル料理で、肉、めっちゃうまかった。フランスのエレベーターすごいから見てほしいです。二重の扉になってます。間違って一回押してるけど、ほんまはゼロ回やった。 ゼロ回って何扉閉まるの遅っそ今日はパリのローラーダービーチームの練習に行くため最寄り駅までスケートで迎えます気温はドイツより寒くない気がします床もドイツより滑りやすくて快適でした 地下鉄のチケットを購入するんですがわからないので窓口に行くとクレジットカードでしか買えないと言われてしまいました現金は機械でしか使えないので並んでる人に聞いてなんとか購入することができました地下鉄は外に出なければ一律1.9ユーロチケットを購入するのにいつも人が並んでるしタッチパネル全然反応せえへんそれか壊れてるこのポスターめっちゃ見た そして路面電車へバスと路面電車は現金使えないので無料で乗ってます練習場に着きました DK パリローラーガールズの練習に参加しましたローラーダービーとはローラースケートを履いて合体語で戦うコンタクトスポーツですコーチがフランス語でしゃべり私の隣に英語がしゃべれる人がついて翻訳してくれました大きいチームは ABC と 実力順にチームが分けられこの日は B チームの練習に参加させてもらいました練習のレベルがめちゃくちゃ高くてついていくのに必死今まではどこのポジションもできるよとマルチプレイヤーみたいに言ってましたがほんまにレベルの高い邪魔というポジションの人を見た時にもう二度と邪魔ができるなんて言わないでおこうと思いました日本でやっていると なかなかレベルの高い人と一緒にやることはないので忍者の実力はまだまだなんやとまだまだ成長できると気づけたのでヨーロッパに来てよかったもっと練習してうまくなってオリンピック選手になりますフランス語のわからない忍者に優しくしてくれたパリローラーガールズありがとう便座も蓋もないトイレ衝撃でした帰りはノーミスで帰ることができました 帰りにショッピングカートで焼き鳥焼いてる人たちを撮影したら怒られました。法律違反らしい